はい、ポケモンブラック続きからやっていきたいと思います。ですね、前回そうですね、空を飛べなくて一匹捕まえました。で、空を飛んでここまで戻ってきております。ライモンシティですね。今手持ちにいたかな、もうなんか閉まっちゃった気もする。あ、閉まってますね。なんだっけな、なんか何ちゃんだったかな、捕まえたんだけどね。ではでは、そうそう、コメントをねたくさんいただいてて、で私なかなかね、その取りだめが多いので全然返せてないんだけど、もう前もって用意しとけよっていうね。そうなのよ。そう、なんかシビシナスとひともし、まあ、ひともしじゃないのよね、もうね。ランプラもなんか早々に進化させた方がいいっぽいですね。特になんかいい技を覚えるわけでもない感じなんで。でもさ、闇の石ってどこにあるの、探さないとね。闇の石探すわ。まあ、空飛べるようになったし。え、こんな方だったっけ。あ、こんな方よね。なんか敵出るのよね。よいしょ。ん？倒してなかった私このシャチ。はあ。あらあら。絶対弱いよね。ごめんなさい、レベル19って。ああ。しかもシビシラス向いてないよね。ごめん。頑張れ。よし。まあ、そりゃそうよ。倒せないわけがない。こっちで合ってんのかな。ちょっと待ってね。こういう時のタウンマップだよね。うん。合ってるっぽい。古代の城だもんね。ここは何？こんにちは。自慢じゃないが、オイラはナオホルプロ。あ、ありがとうございます。地面タイプのポケモンいないんですけどね。砂嵐は大変だ。だが、岩タイプ、地面タイプ、鋼タイプのポケモンは砂嵐のダメージを受けないぞ。すごいよね。全部いないの。本当に。あ、すごい。こっちでいいのかな。あ、戦わないの。新しく見つかった遺跡の入り口ですが、ゲートを抜けてそのまま真っ直ぐ進めばいいそうです。へえ。そう、ポケモン出てくるんだよね。なのでいつも通りね、スプレーをペッペッと。ここでいいのかな。こんにちは。塾帰りの僕は知ってます。何を。砂漠は洞窟と同じであちこちからポケモンが出てきます。付け加えるとですね、砂の色が薄いところを歩いても大丈夫です。知ってます。知ってます。これ合ってるの。でも来たことないからぽいよね。あの人さ、医者じゃない？違うのかな。こんにちは。あ、やっぱそうだ、ドクターだ。ドクターはね、最初に倒しとかないと。達郎。ああ。なんだろう。まあ、シビシラスでも対応しやすいレベルでありがたいよね。まあ、当然のごとく経験値は美味しくないね。なんかまっすぐ行けばいいって言ってたよね。
なんかある。黒いメガネ。はい。持たせるやつだよね。トレーナー多いな。ちょっとこれはもうほんと後日倒しとくかな。うん。よいしょ。こんなとこ歩いたら絶対目痛くなるよね。うん、眼球死んじゃ。でもまっすぐ行ったら、なんもないよ。あ？あ、びっくりした。これポケモンかと思ったよね。ストップ言うた。何？そこが古代の城の入り口。それにしてもユタはすごいな。僕より先に到着するなんて。リゾートでだとポケモンにが、え、私まあ一匹も会ってないからね。ここまで来れたのは僕のポケモンたちのおかげだね。アデックスさん先に行ったよ。僕たちも急ごう。お、押す。止めたのはあなたよっていう。え、なにこれ。あ、なに、ちょっと。ああ。あ、でもよかったんじゃない？アイテムあるよ。元気のかけら。あ、ここの BGM 私割と好きかも。うん。でもどっち行けばいいんだろう。下か上か。上、あ、でもここ行けないんだ。なるほどね。あ、なるほど。そうだよね、トレーナーだよね。この場所にいるだけで不思議な力が溢れてくる。そうですかそうですかっていう。え、こここそさ、医者欲しい。医者、医者。でもやっぱレベル低いね。全然無視していいかも。ムンナ、はい。もう全部スパークでね、一撃ですよ。あれ耐えられた。まあ強いな。先を急ぎましょう。ちょっとね、待って、落ちるよね。でもここって絶対落ちるよね。そうでもない。実はそうでもない。そうでもないっぽいね。こうやってちょっと待ってよ。そのさ、トレーナーやけに多いしさ、どう言ったらいいの。こういうこと。こんにちは。ポケモンの化石たと持ってるんだけど、重くって。間違えた。A ボタン連打しちゃったよ。まあ、いっか。私、別に化石のポケモン使わないしね。うん。いいってことにします。ポジティブ。何？ゲッチ様言われた。お前の力量がどれほどか今一度確かめようと。我らプラズマ弾を倒せるか見させてもらう。は？戦うんじゃないの？何？あなたは戦わないのね。何あいつ。おじいさんと戦いたかったんだけど私。ねえ。下っ端がね、大したの持ってないから。ミルホーク。うわ、レベル高い、やっぱり。プラズマ弾やっぱ一味違うわね。麻痺麻痺麻痺入れちゃおう、それ強いのよ。はい、ダメだった。経験値上げたい人にしよう。レンチュラ。やっぱシビシアスにはちょっとハードルが高いわね、やっぱこの辺の子はね。
めでとう、うん、ワルビル、ワルビル、ワルビルはね、ブルンゲル あれなんだよね、敵がさ出してくるポケモンの名前出た時にちょっとだけ労働が入るのよ私ね、あんっていうもうブルンゲルも41になるのか、早いね。どうしよう、シビシラス戦闘に出すのやめる正直ね、うん、正直な、別にシビシラスじゃなくてもいいっちゃいいんだけど、やっぱあの子はさ、タブンネさんを倒しまくって進化させた方がいいのかなってちょっと思う。よし、うわ一番嬉しいマンタの薬、うん、いけるかな、うわお前俺のポケモン喜ばせたら負け、うざ、絶対負けない絶対負けないから、ほんと分かんない、でもシビシラスは負けるかもしれない、うん、ブルクぐらいならいけない頑張れば、頑張ろう、うん、チャージビームの方がいいのかな、大丈夫、あーダメだ変えます、そうね、デンチュラかな、デンチュラも早く40ぐらいにはしたいんだよね、最悪、いいね、HP111 って、うん、ミルホークね、はい、くらえ、シグナルビーム、うわ、おお、ナイス、仕事ができるね、デンチュラはね、うん、偉い、これさ、落ちるのね、絶対、外れの道来たってことかな、ちょっと待ってよ、先に回復だけしとくね、美味しい水をしびしらす、やっぱ しらすだからね、あのお水ないと死んじゃうよねって、うん、まあいいや、デンチュラはいいでしょ、こっちか、かっこいいことは言ってるけど全然理にかなってないよね、痛みを伴うものよってね、よく言うよね、なんかあのアニメとかのしょうもない敵とかだね、うわこれはきつくない、これはシビシラスでは限界でしょう、ほらこの人毒でしょ、ゴチルゼルでいいよね、うん、メスなんだ、そのダストダス、
まあ、メスと思うとピンクも可愛いわね、その柄ね。何それ、聞かないのよそんなもの。よし、おめでとう。テレキネシス、何それ、テレキネシス、超能力大と浮かせる。ああ、なるほどね、いらない。いや、いらないでしょう、うん、間違えた、忘れさせない。あれ忘れさせない、はい、仕方ないのよ、攻撃系が欲しいからね、私はね。うわ、相手もあったし、まあいい、まあいいや。で、これ2箇所あるの困るよな。何ですか？ワルビュー。終わったよね。無理だもんね。まあ、こうやって地味に経験値を上げていくしかないのか。最初に出してっていう。ね、え、悪夢じゃない？うわ。おめでとう。よし。で、元気の塊。あ、待って、回復してない。まあいっか。てか意外と落ちずにいけるのね。ここ広いよね、意外と。レパルダス、ワンちゃんレパルダスならいけるんじゃないかっていう謎の自信があるんだけど、どう？ほら、爪研ぎしてる間にね、ドーン。お、いける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 。あ、大丈夫、耐えるよね、うん、オッケーギリギリだけどオッケーオッケー。よし、ヤブクロンは、はい、てかさっき進化系見たからさ、え、ヤブクロンなのみたいに思っちゃうよね。ヤブクロン2体持ってる。よし、まあ、そろそろちょっとあのこのね、下っ端の方たち以外と戦いたい気もするけど。あー、待って、ダメじゃん。これダブルバトルかな、なんかそんな気もするよね。よし、まあ、ダブルでもまあ余裕っちゃ余裕だけどね。わあ、違った。一人ずつだった。なるほど、ホークね、ミルホークはちょっときついよね。
もうちょいであと1レベル上がんのよね。はい、つえさすがにつえ。まあ、電柱だかな。はい、そろそろさ、ナースか、医者欲しいんだけど、いないよね。待って、この先ってだって、ずっとこの人たちでしょ？プラズマ弾でしょ？いるの。結構きついね。あ、間違えた。切り裂くよりシグナルビームがやりたかった。なし崩し。すごいわね。なんかちょっと良くないよね。私たちと同じ考えじゃない人はもう許さないぐらいのスタンスはちょっとどうかと思うよね。いやーね、下っ端本当にラブクロンだって。もう即交代ですよ。まあ、落ちるゼロを出すことによってお金も稼げるしね。まあまあ、レパルダス、レパルダスは悪タイプだから、たまにはエルフン行ってみるね。同じレバイルだ。うわ、でも猫魂って私結構好きな技なんだよね。なんか良くない？なんかその嫌がらせっていうか。好きな理由が嫌だよね。よし、麻痺も入れちゃうぞ。いいね。お、ナイス。じゃあここから HP 吸っていこう、どんどんね。はい、まあでもメガだからな、そんな吸えないよね。お、結構でも思ったよりは、うん、強くない？急所嫌なんだけど、こっちも急所当ててやろう。やった、おめでとう。許さないだって。私許されないみたい。どうしよう。じゃあね。あれあれあれ、やっと追いついた。お前たちこっちに、私のそばに来るんだ。してないよ。お揃いのようですね。もう一匹のドラゴンレシラムを犯させるため苦労なされていますね。ですがここにはお察しの ライトストーンはないようです。さて、おめでとう言うた。あなたは我らが王に選ばれました。またこのままポケモンと共存する世界を望むなら、伝説に記されたもう一匹のドラゴンポケモンを従え、我らの王と戦いなさい。でないならプラズマ弾が全てのポケモンを人から奪い逃がし解き放ちましょう。解き放つだと？トレーナーと共にあるポケモンがそれを望んだのか。人々からポケモンを奪うことがお前たちプラズマ団の歌うポケモンの解放なのか。そうね。これはチャンピオンのアデク殿、長年のパートナーだったポケモンを病で失った数年前より
真剣勝負をせず四天王にポケモンリーグを。へえ。あ、そうなんだ。なるほどね。一生建国した英雄と同じように伝説ポケモンを従え、号令を発す、うん。なるほどね。城があるんだ。わしは負けぬ。ポケモンを愛するトレーナーのために、トレーナーを信じるポケモンのためにも、王はあなたに興味などない。言い方じゃないなんか。勝利するのが当然の相手だと判断なさっておるのですよ。それを言うためここに残っていたの。わしは馬鹿にされたものなの。本当よね。ゲーティスと戦いたいんだけど。親切ですよ、親切。チャンピオンのあなたが無駄な怪我などなさらぬようにね。確かに私は人々が絶望するその瞬間を見るのは大好きで、悪趣味ね。いや、ご機嫌ようじゃない。何度年が飛ばなきゃいけないのよ。どかずにずっと立ってればよかったな。ふんって。アデクさん、これからどうするのですか？私がポケモンリーグに戻り、犬と戦うしかないな。だが、ゲイチスの言う通りというのも尺だし、何よりライトストーンをどうすればいいものか。アデクさん、とにかく外に出ませんか？そうだね、息苦しいよね、砂多いし、うん、後々ここちょっとアイテム回収に戻ってこなきゃいけないな。うまく言えない。だけど絶対に許さない。 N という男、何を望んでるんだろう。2匹のドラゴンの戦いで勝ち残ることで己の正しさで証明したいのか。ほら、誰？久しぶりね。なんかめっちゃ言うやん、ユータユータってね。つながってる。おねえ、ユータ。今すぐ、シャポーシティの博物館にいらっしゃい。今すぐよ、いい？本当に今すぐよ。うん。何や、大変な様子だな。シャポーの博物館に何が待っているんやら。待って、私も一緒に来て。ずるい！ちょっと待って。もう一度この中を探す。あんな芸術の言うことなんか信じたくないんだ。あのアイテム拾っといてくれたら嬉しいんだけど。ちょっと待ってよ。尻尾ってどこだ？場所で言うとどこだったっけ？尻尾。あれ？どこだ？ここか。結構遠いね。ではですね、ポケセンまでとりあえず行かないといけないので。いや、傷薬とかいいよね。使ってるのね、まだね。戻りましょう。できるだけちょっと人々は無視していくね。後日。あ、でも医者、あなたとは喋りたい。なんだ今回、てっきりなんかボス敵いると思ってたのに、いなかったね。ちょっと期待外れよね。入っちゃったよ。はい。やっぱ本当はさ、手持ちにさ、持ってた方がいいんだろうね。空飛べる子。まあでも、ちょっとお許しくださいっていう。で、ポケセン。でもね、空を飛ぶ時の演出はね、好き。なんかおしゃれだよね。よいしょ。とりあえずエルフン預けて、はい、で連れていく。でこの人です、ハトウボウさん。たまたま出てきたの。でたまたま出てきて、あ、そうだ、飛べるやつちょっと捕まえなきゃと思って、ボール投げたら一発で捕まったから、あ、いい子ねと思って。どこだっけ？ここだよね。
し、じゃあ博物館だけ行っとこうか今回のうちにね。よいしょ、みんなおる。アレックさんから話を伺ったわ。大変なことに巻き込まれちゃったのね。あ、久しぶりやろ。え、これかい？それってリゾートデザートで見つかった古い石じゃ。そうだけど本当にドラゴンポケモンかい？うむ、龍螺星の塔を調査したところ、このライトストーンと同じ時代を示す成分が含まれていたんだよ。ということを私が調べたのね。さすがだね。それにしても、あの時プラズマ団がその古い石に気づかなくてよかったですね。そうだね、今考えるとあいつら伝説のドラゴンポケモンを孵化させるつもりでドラゴンの骨を奪おうとしたんだね。ちょっと待つんだよと。何？そのライトストーンを手にするということは、わし何かあった時エンドと戦うことになるだろう。ねえ、まあ、しょうがないよね、戦わなきゃいけないもんね。いざという時にあたしらとポケモンたちの真実の未来を守るんだね。なんかでも普通の石ね。石なの？なんか。アラナギパパっていう名前いいな。で、どうすればストーンからドラゴンポケモン目覚めるというのかね。そうよね。そうだよ、あいつらがいるじゃないか。そうか、あいつらがおったな。総流室に向かうぞ。あの町のジムリーダーはドラゴンポケモンの使い手。え？すぐ飛ぶやん。そっか、総流のシャガさんなら何かご存知かも。シャガさん？うん、いいね、なんかこのみんな出てきてる感じいいわ。このマツコのアロエさんが出てくると思わなかったもん私。あんたに何かあれば私たちは駆けつける。かっこいい。セッカシティからシリンダーブリッジを渡った先にあるんだって。タウンマップ見るわ。正直わかんないからタウンマップ見るね。友達手帳とか使わないよね。ここだよね。あ、これがシリンダーブリッジね。地下鉄が通り抜けてもびくともしない。強くない？だ、結局セッカシティに戻ればいいって感じか。うん、そういうことだね。戻ります。よし、ではですね、今回はこの辺で終わりまして、で次回その新しいね町へ向かう感じですね。雨降ってる。ここなんか大体雨降ってるよね。なんかあんまこんなこと言っちゃいけないけど。あとそうだ、闇の石ね。闇の石をちょっと手に入れたいぐらいかな。あとあそこにいた敵の方たち倒しといてもいいのかなっていう。ちょっと今ね、闇の石はどこにあるのかっていうのをちょっと見てるんだけど、吹き寄せの洞窟、10番道路、チャンピオンロード。え、吹き寄せの洞窟ってどこでしたっけ。吹き寄せの洞窟、私行ったことあるよね。吹き寄せの洞窟、ここだ。あれ、私じゃ拾ってないってことか。そういうことだね。ではですね、次回はもう進化させれるように闇の石を拾っておきます。ということで、今回これで終わりたいと思います。バイバイ。